パンサラシサは、パンゲア大陸を取り囲んでいた。パンサラシサは、古生代の後期から中生代の前期にかけて、超大陸パンゲアを取り囲んでいた、唯一の広大な太陽である。古典ギリシア語で、すべての海を意味する造語である。パンサラサ界とも言う。面積は、最大で地球の表面積の3分の2に相当する3億3000万平方キロメートルほどあった。 パンサラッサは西部と北部に太平洋を含み南東部にはテチス海を含んでいた。湾状のテチス海が閉じていきパンゲアが分裂して大西洋と北極海ができた結果パンサラッサはインド洋と太平洋になった。パンサラッサがかつてあった場所に現在ある海洋は太平洋だけであるためパンサラッサはしばしば古太平洋とも呼ばれる。右の地図では 地球の赤道は大まかに言って、スペイン、モロッコ、ボストンが通る線である。赤道の南にある大陸海は、ゴンドワナ大陸と呼ばれる。赤道の北の大陸は、ローラシア大陸と呼ばれる。8億年前から7億年前の間に超大陸、ロディニアが半分に分裂した。これは、地球史上最も重要な大陸分裂の一つである。なぜなら、 将来来たアメリカ大陸になるローレンシア大陸の西にパンサラッサが広がったからである。ローレンシア大陸西部ではこの分裂に先立つ地殻変動により巨大な堆積盆地を生み出したオーラコゲンがローレンシア大陸西部に生じた。ロディニア大陸を囲んでいた広大な海洋であったミロビア海はパンアフリカ海とパンサラッサが拡大したために縮小していった。 6億5000万年前から5億5000万年前の間に V 字型をした別の超大陸パノティアが形成された。V の内側はパンサラッサ、外側はパンアフリカ海とわずかに残ったミロビア海であった。2> 約2億5000万年前のパンサラッサ超海洋の創造図。三重天の南側はフェニックスプレート。 北西側はイザナギプレート、北東側はファロランプレートで、いずれも現存しない。さらに北側にクラプレートがあった。現在の太平洋プレートは、約1億9000万年前より、パンサラッサの中央に、かつて存在した名点から海嶺を生じて、成長を開始したと考えられる新しい海洋プレートである。パンサラッサを構成した海盆と、 海洋近くの大部分は新しく生じた太平洋プレートに押されて大陸側へ移動し北アメリカプレートとユーラシアプレートとの間に生じた海溝の下に沈み込んだ現在の太平洋の北東側や東側にわずかに残るファンデフカプレートゴルダプレートココスプレートナスカプレートなどの小さなプレート群は部分的に残ったかつてのファラロンプレートで パンサラッサの海洋プレートの名残と考えられている。現在、滋賀県と岐阜県にまたがる伊吹山は、かつてパンサラッサの海洋堤で約3億年前の古生代に活動を始めた海底火山列の一部と考えられている。飛騨山から伊吹山頂上にかけて広く分布する石灰岩層は約2億5000万年前のペルム期に火山島上に形成された 三五礁を起源とし、これがプレートの沈み込みによって大陸変縁で不可体となり、その後の流気で地上に現れたものである。また、日本海はパンサラッサの一部であったイザナギプレートが大陸プレートへ沈み込んで大規模なスラブとなり、これが大陸縁を海溝側に引きずる力とマントルの相変化深度でスラブの沈降の抵抗を受けて、 上向きの力を生じたことで大陸園が伸長し日本列島を大陸から切り離しながらセコ海盆として広がったものとする説がある。ありがとうございます。